モンターニアシューバは、ブラジル出身の男性キックボクサー、プロレスラー。身長211センチメートル、リーチ203センチメートル、体重142キログラム、シッチマスターロニー所属。見る者を威圧するような風貌と長身とは裏腹に、ファイトスタイルは堅実で、守り重視。211センチメートル、142キログラムととても巨大な体格を持つ、彼は、 アマゾンの大巨人という触れ込みで2003年6月29日に K1 デビュー。武蔵と対戦するも K1 ルールでは反則であるマウントパンチで武蔵を失神させた。K1 史上前代未聞のこの反則により K1 からの追放が叫ばれた。7月6日に無期限出場禁止処分が発表されるも武蔵が再選要求を出したこともあり、処分が一時保留とされ、 9月21日に、ジャパン GP1 回戦で武蔵と再戦し、判定負け。2003年12月31日、K1 プレミアム2003ダイナマイトでアーネストホーストと対戦し、判定負け。2004年2月15日、K1 バーニング2004で藤本雄介と対戦し、右ストレートで小勝ち。K1 初勝利となった。2005年3月19日、 K-1 World GP2005 インソールでセミーシュルトと対戦し、左フックで小負け。2007年9月8日、愛知、日本外資ホールで開催された、イグフに、初参戦し、ゲノムにて、田村清氏と、U、スタイルルールで対戦。パンチ、キックでダウンを奪うなど優勢に試合を進めたが、7分49秒、フロントスリーパーホールドで敗戦となった。 2008年6月23日、ゲノム5で小川直也と対戦して勝利。金星を手にした。2008年8月15日、ゲノム6で小川と再戦するもリベンジされた。ありがとうございます。